美島大橋美島大橋は、福島県西白川郡矢吹町と石川郡、玉川村にまたがる道路橋である。福島県道42号矢吹尾野線、阿武熊高原道路の矢吹中央インターチェンジ、矢吹料金所と玉川インターチェンジの間の有料道路区間にある橋梁であり、矢吹町道、明神神家、岡線、矢吹町道屋中2号線、 阿武熊川、JR 水軍線及び周囲の水田地帯をまたぐ、全長1262.0メートルの橋梁であり、完成当時は福島県内最長、現在でも福島県が管理する橋梁の中では最長であるが、県内すべての道路橋の中で最長である。阿武熊川と下部は三景間、PC 箱下橋、その他の区間は、 RC 連続中空小板橋の構造が用いられている。東岸部の長道名神神河岡線との交差部は1、景観 PC 単純中空小板橋が、西岸部の JR 水軍線古線橋部分は1、景観プレテン中空小板橋である。2000年に完成し、2001年3月17日に供用開始された。2017年11月より、 福島県によって配布が開始された、福島の橋カードのナンバー4に選出され、道の駅玉川で配布されている。総工費は37億6600万円。ありがとうございます。